地下鉄に乗っては浅田次郎の長編小説。1994年に徳間書店から刊行された。第16回吉川英治文学新人賞受賞作。過去と現在を地下鉄を通じて行き来し、家族の過去をたどる男を描いた。本作は2000年にミュージカルとして舞台化され、2006年には映画化及びアナザーストーリーがテレビドラマ化された。 主人公の小沼真二は女性用下着を売り歩くセールスマンだが、真二の父親である小沼佐吉は世界的に有名な小沼グループの創立者であり、真二はその御曹司であった。真二は父親の母や兄への傲慢な態度に反発し、高校を卒業後家を飛び出していたのだ。ある夜、長田町駅の地下鉄の階段を上ると、 そこには30年前の1964年の風景が広がっていた。そこでシンジはありし日の兄を目撃する。その後シンジは同僚であり自立した愛人関係でもあるカルベミチコと共に現実と過去を行き来しながら兄の過去、そして父の生き方を目撃していく。2000年に音楽座、ミュージカル、メトロに乗ってとして石川前、 マリアやユコ主演で舞台化された。その後この作品は劇団 R カンパニーに引き継がれ、2007年には広田裕二、秋元美奈子主演で再演され、この模様を収めた映像は2008年にソニーの配給により日本全国の映画館で上映された。2014年にも広田裕二には朝日によって再演されている。原作者の浅田二郎は2007年の再演の 制作発表に出席しており、再演に寄せて、初演は素晴らしい作品で、日本のミュージカルとしては200%満足していると言ってもいいとのコメントを残している。キャスト順は、音楽ザ・ミュージカル、R ・カンパニー発表によるキャスト表に、準拠、もう一度地下鉄に乗ってのタイトルで2006年に、テレビ朝日の土曜ミッドナイトドラマークで全員4話が放送された。 原作小説のアナザーストーリーになっている。2006年に、篠原哲夫監督により、堤真一、岡本彩主演で映画化され、10月21日より、小畜、東急系にて公開。撮影にあたり、本作が初めて、東京地下鉄の全面協力を得た。また、喫茶店のシーンを撮影していた時に、原作者の浅田が来ていたため、客として映画に出演している。 なお、作中に登場した、低都高速度交通営団丸の内線の300、軽電車は1996年に、同線での営業運転を終了したため、当時東西線で使用されていた5000軽電車の、車体全体にラッピングシールを貼って再現している。メトロに乗ってに関するカテゴリー、もう一度地下鉄に乗ってに関するカテゴリー、ありがとうございます。